ウクライナ侵攻を続けるロシアからのガス供給が完全に停止されることに備えて、EU ・ヨーロッパ連合はガス使用量の 15% 削減を加盟国に求めました。Russia is blackmailing us. Russia is using energy as a weapon. EU の欧州委員会は20日、加盟国に対し、8月から来年3月末までの間、ガスの使用量を 15% 削減することを提案しました。ロシアはヨーロッパにガスを送るパイプラインノルドストリームについてメンテナンスを理由に稼働を停止しています。今後供給がすべて停止される恐れがあり、ガスの在庫量を増やすため暖房で需要が高まる冬に向けて夏のうちから節約を呼びかけました。深刻なガス不足の恐れがある場合、加盟国に削減措置を義務付けることも提案しています。